ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も、キリルのコルダ2やっていきましょう。はい。いや、前回はこのカジ君を育てようと思ったら、意外と難易度が高いことに気づいて、難しいですね。技術レベル8。あ、でももうすぐ9になるな。技術経験97まで来てるから。ちょっとね、カジ君に合った楽譜買ってあげたいですね。自分も育てつつ、カジ君も育てるっていうのも大変だな。まあ頑張っていきましょう。はい、寝る。さてと、土曜日はもう予約入っちゃってるんでね。確か日曜日空いてるぞ。物ども、お、ケイチ君が光ってる。行こう。何かあるところには駆けつける。あ、すみません、ぶつかったか。踏んだんじゃなかった、よかった。踏んだかと思ったよ。それじゃ、おう、待ちな。あ、行っちゃった？ああ、いろんな人とぶつかるな。また。すみません、日原先輩。あ、まだ寝てるぞ、この子。体が重くて。え？熱か？ふわふわして。え、病気じゃないか？暑いからでしょうか。熱じゃないか？え？あ、暑い？そうだよな。寒いくらいだよ。寒いとこで寝てて風邪ひいてんじゃないかこれ。それって大丈夫？ほっぺた赤いし。おーおーおー。もしかして清水くん、熱ない？あ、マジか。熱なのかな、これ。おい、どうする？清水をそっとしておく。その選択肢はない。さすがにその選択肢は選べないだろう。いくらね、初回プレイでいろいろやってみようとやってるけども、それはちょっとさすがに選べんわ。うん、そっとしておくって、そっとしておくのタイミングはおかしいだろ。ダメだって。おう、言うこと聞いた方がいいよ。ほっといたらこじらせちゃう。キャラ、やっぱ運んでけ、運んで。どうなった？え、ん、おお。あ、起きた。大丈夫？昼休み終わりですか？うん。おお。でもゆっくり休んでていいよ。担任の先生には言っておくし。頼りになる。微熱か。微熱治るだろうって。あ、そんなもんなの？微熱ってそういうもんなん？よかったよかった。すみません。一時的なもんか。いいから寝て寝て。ジュースも買ってあるし。おお、後で飲んでね。優しい。で、私は何してんの？横で添い寝してんの？やっぱり弱ってるんだね。横で寝てんのか、私は。ちょっと根を詰めすぎたのかな。じゃあ俺たち授業行くね。おお、おやすみ清水くん。おやすみ。じゃあ私もおやすみ。あれ。さて、なんかあるな。ん？何か聞こえてくるぞ。徳川っちどうしたの？早く移動しないと次の授業に間に合わないよ。え、徳川っちって呼ばれてんの私。え、バイオリンの音？うん、私には何も聞こえなかったけど。あ、徳川っちどこ行くの？バイオリンの曲に音色に惹かれてフラフラと授業に出ない私。え、これは意外な人物が出てきた。おや、これは徳川くんじゃないか。今は授業中のはずだが、てっきりね、月森くんだと思ったんだけど、違うんだ。バイオリン？いや、私ではない。空耳だろ。私は楽器すら持っていない。あ、まあ確かに。え、頑固なお嬢さんだ。では聞くが、私は一体何を奏でていたのだね。え、曲名はわかんないよ。曲名ですか。知ってる曲だったらあれだけど、あんまり知らない曲なんだよな、この辺。展覧会の絵ぐらいしか知らないな。じゃあ展覧会の絵で。ただの空耳なら、あ、外したか。とにかく私は何も聞いていない。第一、優雅に楽器を奏でる時間など私にはない。特に今はね。え、何だったんだろう。理由？大したことじゃない。理事会で多数派を形成するための、言ってみれば工作だよ。
君にはまだ理解できないだろう。もっとも理解する必要もない。さあ学生の本部に戻りたまえ。なんだこの人もなんか魔法の楽器持ってんじゃないか。ひょっとして私も教育者の一員だからね、サボタージュを見逃すことはできないよ。では失礼。なんか自在に出したり消したりできる楽器持ってんじゃないの。だって土浦くんだって ピアノ出したりしまったりしてるよ。ねえ、何だったんだろう今の。いや曲名外したの痛かったな。さて今は BP そんなに持ってない。とりあえず演奏するか。もうドレスはあるしな。うん、カジ君に精霊聞く。あ、いっぱい集まってるぞ。いいぞ。カジ君に精霊を聞かしてなんか好感度上げようかなと思ったんだけど、どこにいる、どこにいる。階段か。階段じゃちょっとな。なんだかんだでみんなにも聞かせていかないといけないから。どうよ。ああ、ここ3人か。ここ4人いるけどみんなチケット持ってる。アンサンブル行くか。アンサンブル行けば誰も寝てはならぬ。ここで、ああいいね、やっぱこんだけ入るのっていいよな。日原先輩いるか。でも黒いチケット持ってない子に引かせる方がなんとか。日原先輩入んない、入んない、これ。あ、入った。よし。いけ、誰も寝てはならぬ。よし、いいぞ。完成度も上がってきた。でしょ、どんどん上手になってるね。でしょ、よし完成だ。でカジ君移動した。あし、移動したけどそんなに人いない。そんなに人いないな。難しいな。もうやっぱこの目標人数を集めることも考え出すと本当なんか気軽に弾けなくなるのが困るな。どうしたもんか。誰も寝てない。まあ4人、うん、ここかな。上の5人、あ、ダメだ。ちょっと場所変えるか。難しいな。本当に難しいな。前回発見したこの感染スペース、ここもそこそこいるんじゃ。ほらいる。こういうところで一人練習っすよ。でまだモルダウは弾けないからもうちょいだね。あ、誰も寝てはならぬ。あと一回やればモルダウ弾けるようになる。いいタイミングです。よし聞いてくれ。私の最後のソロ寝てはならぬ。いやあ、すげえ集まってくる。いいぞお前ら。やっぱここいいな、ここいいぞ。よし、ここはもう誰もいないからまたエントランスに戻って。でカジ君なんで柱と会話してんの。あなたなんで柱と会話してんの。参ったな。カジ君にも聞かせたかったんだけどな。どこ集まってんの。下の方か。これででもモルダーも作れるようになったな。月森くん、清水くん、ゆぬき先輩。あー、レジェンドで組めるじゃん。あ、完璧だねこれ。しかもみんなもうなんかちょっと練習してるんだけど、モルダーを。なんでだ、何練習してんの君ら。私の見てないところでなんてことをしてくれたんだ。いや悔しいな。あ、水上の音楽カジ君入ってるからこれ弾けばカジ君技術上がったりすんのかな。いやしないよね、アンサンブル弾いてもそこは上がんないもんね。とりあえず誰も寝てはならぬ完成させるか。じゃあ、うん、カジ君がなんとか歩いてくれたんでここでいいだろう。ここでアンサンブル弾いて完成度99。また意地悪な意地悪な完成度出すな。99回、あとちょっとなのにな。妖怪1足りない。集まれみんな。もうすごいバラの花が舞ってるよ。これは素晴らしい。え、誰か集まってこないの、こんなに素晴らしい演奏してんのに。来ない。ブラボー。あ、でも60くれた。99、惜しい。またダッタン人が。またレベル4のダッタン人が仲間に入った。レベル4のダッタン人、おー止まる。
泊まる、かわいいな、おごろうか、帰り、帰りどっかやっとこうぜ、泊まる。ま、俺たちが本気出せば、あ、ざっとこんなもんさ。何お前セリフあんのか、二つ。なんでセリフ変わったと思ったらそれかい。なんでこいつ前から天狗になってんの。俺たちが本気出せば、ざっとこんなもんさ。これ得意だからなのかな。何これ面白いんだけど。モブもそんなセリフ変わるんだ。絶対一個しかないと思ってた。おっ、どうしたの、二人揃って。君も今帰るところなのか。私を待ってたの。なんだなんだ。ああ、お、みんな来た。今帰り、みんな来た。何、取り合い、私の日曜日の取り合い。僕もちょうど帰るところなんだ。やったー。よかったら車で送っていくけど、どうかな。もうみんな乗せてこうぜ車なら何でも楽になれそう。そうなるか。ケイチ君すごいな、天然のなせる技だ。いや、ユノキ先輩は多分俺たちのどうなんだユノキ先輩、どうする。これは懐の試されるぞ、深さを試されるぞ。なんかいっぱい来た帰りですか。え、これ乗れんの。リムジンとかだったら乗れんのかな。何人乗りなんだろう。6人ぐらいまで乗れるんじゃないかな。先輩今帰りですか。はい、5人。5人は乗れません、ね、いけるいけるいける。リムジンなら多分いける。あの長い車でしょ。すみませんお邪魔だ。翔子ちゃんが、翔子ちゃん何一つ悪いことしてないのに、なんで謝ってんだ。そんなことタイミングの問題。せっかく集まったんだ。うん、駅まで一緒に行こうか。あ、じゃあ何、車は行かせてみんなで歩いていくの。すごい、あのゆぬき先輩歩かせてしまったね。え、私もいや、私は車で行くから私は車でいいっすよ。あー、なんか面白いことになっちゃったな。コインが落ちてます。コイン、噂なんですけど。ああ。ここの噴水にコインを投げると願い事なくなるって。そういうパワースポットまであるんだこの町には。まあよくあるけどね、噴水の中にコインって。クラスの女の子も何人か願い事が叶ったそうなんです。え、本物本物それ。それは面白いね。ああ、君もやってみたら。すいません、投げるコインください。投げるコインください。願い事しますか。スルー。どんな願い事をしたか。え、聞かせてくれるよ。いや、それはコインをくれたら言いますけども。え、上がるのそこで。願い事をするときは、ああ、嘘の願い事をしてはいけないって言われてます。え、なんでこれ私一人だけが願い事をする流れになってんの。これみんなでしようよ。じゃあ、ああ、先輩、翔子ちゃんはやるんだ。先にどうぞ。え、女子だけがやる感じ。え、何を願うの私。それが君の願い事か。え、何何、私何を言ったの。え、何、私何の選択肢もなかったけど。私、え、私は、翔子ちゃん願い事ないの。演奏の時にまあそうなるか。ユノキ先輩は、あ、みんなやるんだやっぱり。そうだね。じゃあ日曜日一緒に遊べますように。コンサートが成功。本当か本当ですかそれ。さっきケイチ君が嘘はいけませんよって言ってたよ。本心なのか。個人的な願い事をしないといけないかい。いや、コンサートあなたも演奏しますけど。いいんだよ、うん、僕には特に望みはないから。本当だな。何を願っているかなんて実際のところよくわからないしね。自分の願いがわからない。大学進学のこととかなんか悩んでるんじゃなかったのか。じゃあ、ああ、俺はこれで。月森くんの願い聞いてないですけど。失礼します。圭一くんの願いも聞いてないですけど。さようなら。もうさようなら。で、二人になりましたと。やれやれ。い
そんなに僕と二人で帰りたかった、私と二人で帰りたかったんですか先輩。どうした、そんなに。俺に聞きたいことがあるなら言ってみろよ。え、聞きたいこと。俺の本当の。ああ、そうね。ねえ、さあな、好きに考えたらいいさ。はあ、いや、これはなんか珍しく濃い帰り道になったな。あ、結局家まで送ってくれたやったありがたいぜ、とうとう家まで。はい、礼なんかいらないよ、ありがたいと思っていいやいや、そんなことないですよそんなことないですよ、いつも帰り道は、うん、車来ないかなって待ってるぐらいですから。思ってるって。思ってますよ。それは悪かった。それじゃまた。はい、おやすみなさい、メール待ってます。いやいや、なかなか濃厚な下校でございました。はい、いや、なんか今回初日から濃かったな。あー、来たよメール。師匠かな、ひょっとして。あ、違ったちゃんと来た、ゆぬき先輩。そういえば、なんだい、聞き返しても構わないかな。ん、君の本当の願い事は何かな。僕は自分の望みなんてよくわからないんだ。あ、やっぱメールだとちゃんと表で行くんだ。簡単に答えられる願いなんてただの出来合いの答えでしかないような気がしてね。だからこそ君に教えてほしいと思うよ。願わくば君も自分の心をよく見据えて、いつか君の心の奥に秘められた望みを僕にだけ聞かせてほしいな。ああ、まあ返事するけども。え、徳川さんはもう表裏のないまっすぐな人ですよ自由人ですよ、うん、やりたいことやってる人ですよねえ。ゆぬき先輩も悩んでんだな。うん、12000、あれ、たまった、たまってない。1万2000遠いなで、カジ君89になった。あ、9になったよ、技術9になったよ。今9の楽譜って僕なんか持ってたっけ。あ、持ってるよ、ネオアンジェリークあ、カジ君ネオアンジェリーク練習してくれ、うん、そうすればレベル上がるんじゃない。カジ君どうなんの。あ、ちゃんとネオアンジェリーク練習始めてる偉い。そうだ、カジ君頑張ってくれ、ネオアンジェリーク練習するんだ。いいぞ、追いついてくれ。追いつかないか、さすがに私のレベルには追いつかないか。いやいや、私も結構上がってるもんな、12だもんな。カジ君頑張れもう私にはカジ君のレベルに合った楽譜を買ってあげることぐらいしかできない。はい、これから練習、時間あったら取材させてよね。さてと、昨日割と貯金したからな、なんか買えるだろうもうほぼ寝てるやんけこの人。きっとネオアンジェリーク夜遅くまで練習したんだな。うん、よくやったよ。あ、ごめん、うん、寝不足かな、昨日夜遅くまで父の君は聞いててさ。なんだ、練習してたんじゃないのか。いや、君はって言っても適当な話だったんだけどね、酒入ってたし。大人の男としての振る舞い方とかそんな感じの話を延々。へえ、あ、そうだね、徳川さん一つお願いしていいかな。ん、何、僕におめでとうって言ってくれるんだ。唐突すぎるんだよ。誕生日ですか、まさか。と、おめでとう。理由を聞かず。ありがとう。嬉しいな。本当に嬉しい。大したことじゃないんだけどね。今日は誕生日なんだ。うん、知ってた。そうじゃないかと思った。うん、今日17歳になったんだよ。そんなわけで変なお願いしてごめんね、徳川さん。いや、これはなんか、あ、欲しいって言ってんのなんかあげた方がいいのかな。おい、徳川ちゃん、ちょっと面白い本見つけてさ、よかったらあんたに貸そうと思って。ん、どうかしたの。あー、カジ君が誕生日らしいっすよ。いいんすか、ほっといて。話すこの子の行動力なら、だからなんかやるでしょう。うん、カジ君の誕生日か、さあ動け。じゃあせっかくだしお祝いしないとね、うん、こういうとこはさすがだな。と言ってもこれから買いに行くわけにはいかないし。よし、私はこのブックカバーをプレゼントするよ。中古中古。カジ君って確か本好きだったよね。
私のお触れで申し訳ないけど、もともとアンティークだし使い心地は保証するしね。徳川ちゃんも何かあげられるもの探してみなよ、きっと喜ぶよ。私はもう演奏し演曲の一曲もプレゼントしてあげれば喜ぶでしょ。てか君あれじゃないの、私の写真をあげればいいんじゃないの。前1万5000円で買ってたぐらいだからな。うん、それじゃあまた後で来るからさ、その時一緒に渡そう。何あげるか決めといてね。いやだから私の自撮り写真を。あれ二人光ってる。じゃあカジ君から行くか、自撮り写真あげに行こう。あ違う、昼休みだからどっちかしか選べないんだ。あーよく考えずにカジ君選んでしまった。いや徳川さん、今日は暖かいね。はい、ちょっと暑いぐらいだ。勢いでカジ君来ちゃった。こんな日は、うん、冷たいものが欲しくならない。え何言ってんのあなた、11月だよ。あー欲しい。欲しい。えこんなんでそんなすごい上がんの。えそんな理由も聞かずに欲しいって言っただけでそんな上がる。じゃあさちょっと一走り。あソフトクリーム、はい、大丈夫だって、学校ほんのちょっと抜け出すだけだよ。お主もあるよの、こんなにいい天気なんだもの。ああおとなしくじっとしてるなんて人生の無駄だよ。ちょっとカジ君怖くなってきた僕。ちょっと怖くなってきたこの人。うん、天気はいいし、ああ気持ちのいい風は吹いてるし。カジ君も行動力パないな。ソフトもうまい。目の前に君がいてソフトもうまい。よくわからない。幸せだな。幸せか、そうか、幸せは身近なところに転がっているな。ほら見つかった。金沢先生。ああマジか。最近カジ君うかつに。うかつな。カジ君よく見るな。ちょっと先行ってて。えどうすんの、おとりにすんのか。こんにちは金沢先生。お自ら言った。お前カジ、なんで平日の真っ昼間にこんなところにいるんだ。え先生はなんでいるの、先生も学校にいなきゃいけないんじゃないの。僕も金沢先生に会うなんて考えてませんでしたよ。すごいな。いや奇遇だ。え何をするつもりなあなた。えなんで逃げなかったの。おとりになる気だったのか。なるほどな。なるほどな。カジお前さん、こいつを逃がすためにおとりになったわけ。ま校則を破ったんだから本来お咎めのあるところだが。おっと厄介事を増やしても面倒なだけだしな。おっとっと、お前さんたち俺の用事に付き合って外出したことにしようから。すげえ、そんなことするなよ。やったー。懐が深い。だってよかったね。じゃあ3人で学校まで戻りますか。えっていうか手伝いするんじゃないの。あそうだ、この近くに美味しいソフトクリーム売ってるところがあるんです。えそれ先生も共犯にしようとしてない。よかったら先生も食べていきませんか。いやもうこれ完全に共犯にしようとしてるでしょこれ。おいカジ、調子に乗るなって。いやカジ君も面白いな。なんかしたたかだなと思ってたら急に高校生っぽいところ出したりするな。カジ君。うん若いぜ。え僕の欲しいもの、あ誕生日だって言ったからか、言ったから。いやだな、おめでとうって言ってもらえただけで十分なのに。これ以上僕を喜ばせてどうするの。いやどうするのって言われてもな。そこはねクラスメイトだし。でもそうだね、欲しいものではないけど、もしよかったらわがまま聞いてくれる。さっき聞いたかな。さっき聞いたんですけどね。まあいいよやるよ。本当にいいの。僕がとんでもない無茶を言い出したらどうするつもり？いや、それは、うん、やめとくぜって言うけど。冗談だよ。それじゃあね、なんだ、曲を一曲プレゼントしてくれとか、一緒に写真撮ってくれとか、そんな話じゃないの？え？今日の午後ずっと一緒にいてくれる？放課後まででいいから。午後中ずっと君と机を並べて勉強したり話したりしたい。え、だって隣なんじゃないの、もともと席は。うん、うん、
え、そんなのいつもと同じだって？あはは、そうだよね。隣の席なんだから普段からそばにいるよね。じゃあ今日はいつもよりちょっとだけ僕のことを考えて難しいこと言うな、この子は。どんだけベタ惚れなんだこの人は。すごいな。17年前の今日僕は生まれたんだ。それを君が少しでも喜んでくれるってるって思いたい。そう思えたら僕はもう最高に幸せなんだから。ねえ、どう、こんなわがまま聞いてくれる？え、ちょっと選択肢選択肢ないの？あー、ゆのき先輩の光ってるのなくなっちゃった。代わりにケイチ君が光ってるからそっち行こう。いや、カジ君なんか重くなってきたな。ちょっと重くなってきたな。どういうことなんだろう。何をそんなに、うん、あれ、ケイチ君光ってるんじゃなかったっけ。あ、こういうこと。はい、先輩。はい、先輩は、うん、可愛いもの好きですか。はい、大好きです。はいはい、そうでもない。可愛いものそうでもない人ってそんなにいるかな。よかった。あ、なになに、私誕生日じゃないよ今日。二人とも何の話。日原先輩。え、なんだ、可愛いもの。え、日原先輩にも聞くの、好きですか。それどういうこと。だよ。うん、どうして。一緒に来てもらって。なんだ、いいですか。なんだ、子猫でもいるのか。いや、当たった。当たった。可愛いものってこれのこと。え、野良猫。はい。おお、子だくさんじゃないか。頑張ったな、花さん。花さん、花さんって名前についてんの。なんだ、先客か。俺が一番に花さんの子供を見ようと思ったのにさ。はあ、ちょこちょこ餌やってんのかな、カナヤン。ここで、あ、カナヤン、そういうのやってそうだな。清水君が教えてくれたんだよ。熱を出した時お世話になったから。え、あ、これお礼だったんだ。お礼をしなさい。あ、そういうことだったんだ。なるほどね。の先生に。はあ、うん、すごい上がった。あ、ありがとう、すっごく嬉しい。このタイミングで上がるんだ、ね、あ、はい。真ん中の猫。まあまあ、変なものもらうよりかいいかもしれないな。ああ、おお、清水みたいなのもいるな。ああ、じゃあ圭一という名前を授けよう。なるほど、嫌がってる。え、気に入ってんの。すっと戻ってきたな。すっと戻ってきたな。すごかったな、今の戻り方。あ、なんか結構いるな。先輩、私の音どうでしょうか。最近硬いらしいよ。それ治ったのかな。そういえば、ちなみに冬海ちゃんってどうやったら上がるの。難度が6以上の精霊の曲を習熟度を上げて。なんかあるかな、精霊の曲。ないな。ネオアンジェリック。あ、ダメだ、上がってないな。当分無理だな。あ、っていうかそうだ、誰も寝てるな、ならぬは終わったから、モルダウ行くか。え、じゃああれだな、マップ行って買い物しろ。で、モルダウが強くなるアイテム買っとこう。この2曲でまとり、お、よく来たな。ん、お前のバイオリンケースの中にあるその黄色の弦は、なんだ。そうか、我が輩がお前に渡した魔法のバイオリンに貼ってあった弦だな。あ、前のやつか、初代のバイオリンか。ずっと持っていってくれたのか、我が輩とても嬉しいぞ。きっとお前のいいお守りになるのだ、大切にしまっておいてくれ。なんかあるのか。なんかカラフルなドレス置いてんね。あ、土浦好みのって書いてある。ちゃんと情報を得てたらそういうの分かるようになるんだ。山吹色誰だろうな、ケイチ君かな。で、楽譜は大したのもうないな。よかった、買っといて、レベル高いやつ。だとすると、習熟度上がる、うん、デジタルメトロノーム、完成度が2倍、うん、デジタルチューナー、うん、
親密度が上がる。いるかな。もうそれどころじゃない気がするんだよな。あ、メタル売ってないな。メタル売ってない。ちょっとメタルのために BP 取っとくか。てかそろそろいい加減プレゼントも買ってかないとなんじゃないの。難しいな。なんか1個ぐらい買っとくか。トランペットアイテムばっかりじゃん。どうしよう。クッキー、クッキーなら誰が食べてもおかしくなさそうだし、クッキー1個ぐらい買っとくか。そうだ、 BP 集めてくれた俺にこれをやろう。お、アナログ、アナログメトロノーム。ちょっともっといいのくださいよ。パータの宝とかさ。なんケチくさいな、あの妖精本当に。あ、ここじゃない、ここじゃない、練習室、練習室。新曲を作るときは練習室で、最初は練習しないとね。よし、行こう、行くぞ。一人で練習、モルダウ。あれでも習熟度11しか上がんないのこれ。いや、きついなあ。まあメトロノーム使うしかないか。うん、メトロノームで練習。藤森よ。うんうん、まあなんとなく僕の知ってるモルダウだ。はいはい、モルダウよ。いや、いくら弾き慣れてない曲って言ったってさ、こんだけもうバイオリン弾いてる、弾いてきた人がそんな音出さないでしょ、いつも思うけど。アナログメトロノーム、じゃあもらったからさっさと使おう。はい。うん、はいはい。で、今いくつになった？モルダウ。モルダウ4、習熟度まだ34か。34じゃまだ変な音しか出さないよね。ちょっと2人、カジ君、カジ君ネオアンジェニック。あ、技術経験すごい上げることができる。22も上げることができる。行くかカジ君。うん、ちょっと1回ぐらい育てるか。うん、22上がる。私ちょっとしか成長しないけど。たまにはカジ君育てるか。うん、よし、練習しよう。もしもし、あ、徳川さんどうしたの。なんか今日は一日僕のこと考えてくれって言ってたしな。二人で練習待ってて、今行くよ。どこに行けばいいの。練習場所、技術経験 1.2 倍、ここだよ、ここ、ここ来いよ。おお、初めて見た。弾けんじゃん。はい、よかったよかった。31も上がってくれた。私5しか上がんないけど。で、こうやってカジ君を育てるんだな。うん、ねえ、僕たちって息がぴったりだと思わない、なんてね。それじゃあまたね。お、誕生日にいい記念になったろう。うん、よかったな。さあ、おっと。